おはようございます、釣り子 TV です。このワーム思わず釣り具屋さんで気になって買ってきてみたんですけども、ビバのビバギル 3.5 っていうことで、このねギル系ワーム大好きなんで、あーこれ買ったことないなーなんて思ってね、一袋買ってみましたよ。何何、超ライトテキサスで左右へのスライドフォール、バックスライドもできる優れものということで、塩入りってのが書いてあるのと、特製フレーバー配合、ビバからこういったねギル系のワーム出ていたんですね。価格は4本入りで583円っていうことで、早速ねどんなワームか開けていきたいと思います。ライトテキサスでね聞くなんて、今年ねなんかジグスプより自分ねライトテキサスの方がよく魚釣れてるんですよね。そんな中にあって、ライトテキサスでよく釣れるよギル系だよなんて言ったら、あ、はい、これねブリスターパッケージなんですけど、ちょっと面白い形ですね。こうなんていうか、上に蓋はないんですけど、こんな感じで型崩れしないよって、今ちょっと触ったんですけど、このあーはい、こんな感じ。今ね少し触っただけで、あ、これはっていうねのがいくつかあって、3.5 インチなんでちょっと小ぶりかなーってね、まあ人気のギル系で、まあ 3.5 とか 3.8 インチ前後ってね人気の大きさだと思うんですけども、そのね通常よく巷にある 3.5 インチ前後のワームに比べたら随分グッとズシッときます。うん、なんかねちょっと重いですよ。こうひだひだがあるから、あーどうだろう、もうちょっとスカスカした持ち心地なのかなと思ったら、結構ねグッとくる、このグッとくる感じがなんか水をねギュインギュインギュインって押してくれそうな、この感じはまずね触ってみて、あーなんかナイスですねっていうね、そんな感じのね程よい質感なんですよね。でまあこうひだにこうスリットが入っていて、で、あ、お尻もねこれねこういった感じなんですけど、なんだろう、状況によっては割ることもできるよみたいなガイドみたいなこう筋が入ってますね。で裏がこんな感じ、まあちょっとねツートンカラーみたいな白で、こっちがピンク、これ色はですねセクシーサクラ、ビバギル 3.5 のこれがねセクシー桜ってカラーみたいですね。でこういう裏にねちょっと説明も書いてあるんで見ていきたいと思いますが、おすすめは 1.8g 程度の超ライトテキサス進化固定です。着水後はスライドフォールしますが、途中で自然に向きを変え反対方向にスライドし始めます。これを繰り返すトリッキーなフォーリングアクションで百戦錬磨のバスにも思わず口を使わせてしまいます。また逆付けノーシンカーでのバックスライドアクションも秀逸で、フォール角度が浅いためスライド幅が非常に長いのが特徴です。テールのスリットを割くことで、少し違ったアクションも演出できますということで、逆付けでバックスライドをこう後ろから刺すことによってバックスライドにも対応してるよっていうところと、まあ、ここはねさっきねちょっと見ましたけど、スリット割ることがねちょっとした動きの違いを演出することができる、このテールの感じと後ろ避けるよっていうところは、あ、そうですね、例えばあのドライブ SS ギルなんかにも通じるところがあるのかなと。でこのねちょっとねひだがいっぱいある感じね、これは何ですかね、まあもう見たことあるなって、まあだからちょっと後発のギルワームなんで、各メーカーの釣れ線ワームのなんかいいところ取りなんではないかなってことは、より釣れるんじゃないかなと、このね泡なんかをまとってくれそうな、この独特のねこの形状、そしてグッとね必要十分の重さ、なんか水を押しそうな重さで、色もね綺麗ですし、ね、こういうねビバね、なかなか名作のワーム多いですけども、このちょっとねギル系ワーム、いろんな各社こういった平坦なボディのものできたかなって、その後の方にはなってくると思うんですけども、満を持して登場っていう感じだと思いますので、これはね非常に
関東なんかでも、ね、使いやすい 3.5インチ、まあこれのね 4.5 インチとかあったらそれはそれでね、あのより水をしてくれそうなんで使いたいなぁなんて思うんですけど、じゃあその重い重いって言って果たして何グラムぐらいなのか、はい、じゃあビバギル 3.5 の重さ測っていきたいと思います。はい、タン 20.8、 あー3.5 インチでこの大きさで 20g をね若干超えてくるっていうね、これに針を乗せるとさらにね、うん、もうちょっと重くなるんで、このコンパクトなね、平坦なんだけどもコンパクトなシルエットでライトテキサス、これね固定の方がいいってね、 1.8g 程度の超ライトテキサスので、進化をね固定したもの、これがいいよっていう風に書いてあるので、まあちょっとねいろんな釣りで、まあ、ライトテキサス、ジグストのグー、ヘビーキャロライナリグのグーとかね、ダウンショットとかね、まあちょっといろいろ試してみようかなって思って、まだね全然ね、どういう感じで、っていうのね、まだ釣りに持って行ってないんですが、とにかくねこういった面白いギル系のワームがあるよっていうことでね、一袋買ってきてみました。というわけで、本日の釣り子 TV はね、こんなワームあったよっていうことで、ビバのビバギル 3.5 ね、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。